三、笑いて笑いさんは、落語家の名。三、笑いて笑いさんは、東京都新宿区早稲田出身の落語家。本名、小田道夫。所属は、日本芸術協会より、落語協会へと移籍した後、1958年2月以降は、再び、日本芸術協会に在籍し、同協会相談役。出林は、並木駒形。 旧姓早稲田第二高等学院在学中に学徒出陣にて出兵する。終戦後、新作落語で一世を風靡した二代目、三遊亭演歌に憧れて、落語家になろうと決意する。しかし、仲介してくれた人物が紹介してくれたのは八代目、三、笑い亭コーラだったので、そのままコーラに入門した。入門時に、演歌師匠の落語、呼び出し電話を聞いて、 落語家になろうと思いましたとコーラにはっきりと伝えたところ、コーラは笑いながら、その無礼をも許し、三、笑い帝かすみという名を与えた。これは、演歌の前座名、三遊亭かすみにちなんだ命名であった。1950年5月、二つ目昇進、三代目、竜亭春学を襲名。その後、コーラと日本芸術協会との間でトラブルが発生し、 コーラは自ら講座を救援、同協会から脱退寸前となる。笑いさんはその煽りで一時期廃業をしていたが、コーラの計らいで憧れの演歌のもとに預けられ、落語協会に移籍した。演歌門で与えられた名は、三遊亭歌風。二代目、三遊亭歌役子は、兄弟子にあたる。1958年2月、コーラ門及び、日本芸術協会に復帰。 三遊亭笑い三を名乗る。1961年4月に、新内昇進し、定号を変更して、三、笑い亭笑い三に改名。1964年、文部省芸術祭奨励賞を受賞。落語芸術協会の最長老として90歳を超えて晩年まで講座に上がっており、江戸東京博物館の音声ガイドも担当していた。 2017年1月の講座を最後に療養生活に入り、2018年10月24日、93歳の誕生日を迎える4日前に、肺炎のため死去、92歳没。葬儀などは近親者により取り行われ、不法が公にされたのは12月11日になってからであった。時事漫談ないし新作落語を講座で書ける場合が多いが稀に、 古典落語も演じる。ありがとうございます。